お疲れちゃんです。ラップです。だけで今回もね、クラッシュライルやってくんすけど、今日ね、このスケルトンドラゴンチャレンジというものが来てるので、これをね、やってようかなと思います。で、さっき一回やったんですけど、これがなかなかカオスなチャレンジでしたね。上と下でまたね、チャレンジの内容が違うんですけど、まあ、下はね、ただのドラフト。で、スケルトンドラゴンも多分出てくる。で、上は、ただもうステージ上にこう、今までね、プリンスが後ろから出てくるとか、まあ、そんないろいろあったと思うんですけど、ホグが出てくるとか、なんかバルーンが飛んでくるとか、まあ、それの、スケルトンドラゴンが画面上にこうパラパラパラーってなんかね、ガみたいな。ガって言ったら失礼だな。蝶々みたいな感じでね。すごい飛び回るステージでございます。で、まあ、スケルトンドラゴンの、まあ、軽く説明すると、ベビドラの弱くなったバージョンみたいな感じですね。で、まあ、本当に4コストでそれが2体出てくるんですけど、まあ、なんか画面上にいっぱい出てきて、デッキなんか適当にいろいろ考えたんですけど、まあ、なんか遠距離系がやっぱいいと思ってますね、個人的には。このチャレンジを楽にクリアするのは、まあ、スケルトンドラゴンいっぱい出てくるので、で、範囲系なので、まあ、ベビの弱体化版なので、こう、こんな感じですね。なので、基本的には小物系はあんまいらないと思いますね。コウモリとか、なんかガゴムリとかは、さすがにド M かなと思います。で、なんかこいつ自体、そんなHP があるわけとかでもないので、結構無視とかもできるんでね。なんかそこまで、なんだろうね。こう、あれですね。そこまでなんか頑張って守んなきゃとかっていうカードでは決してないですね。はい。いや、結構脆いんですよね。そう、脆くて、まあ、でも、いるとさすがにうざくて、これに J プリとかでクリアしようとすると、空鬱陶しいってなるんで、まあ、こんな感じで遠距離系の枯渇、まあ、枯渇、じゃ枯渇ですけど、この遠距離多めにね、僕はしてるんですけど、とか、まあ、なんかマスケットとか、まあ、個人的になんかこういうチャレンジ、基本的にロケホ最強だと思ってるんで、自分はね、こう、ロケホと吹き矢入れた、前なんか、あった流行った枯渇ですね。のボムタウが加工されてるし、ドラゴン空飛ぶんで、テスラの方ですね。これは非常にいいと思ってますね。ロケホがめちゃくちゃ活躍するんですよね。ロケホでほぼ死ぬんですよ、相手。で、まあ、これにスケルトンバレルつなげて、みたいな感じで、個人的にはね、このデッキかなと思ってやりました。さっきね、1回目は、なんか、スケバレディガーみたいな。マスケットと、みたいな入れてやったんですけど、あんまだなと思って。多分こういう枯渇系でいいと思います。ただテスラとかもいいとは思うんですけどね。あとロケホ、圧倒的ロケホですね。ロケホ一発とタワーダメ適当に数発で処理できますね。あ、これロケホ優秀。さあ、という感じで、バレルまで打って、まあ、ですかね。まあでもイモルのがちょっともしかしたら大変かもしれないので、なんかゴレとかも考えたんですよね。このベビドラの弱体化版なんで、火力自体はそんなないんですよね、マジ。なので、ゴロを溶かせない。っていうので、さっきゴロを考えたのは考えたんですけど、あれなんですよね。なんだっけ。そう、ダクネを抜きましたね。ゴレのダクネ。このベビドラがさすがにここまでいると、ダクネ何も活躍しないと思うんでね。てか、思ったほどやばいです。思ってるよりやばいかもしれないですね。ですが、まあ、ロケホかな。一番はロケホだと思いますね。まあ、マスキーでもいいんですけど、数がこんだけいると、ちょっと大変かなっていう。まあ、なんか適当に攻めちゃって、吹き矢、まあ、吹き矢、ロケホ、マスキーゲーかなといったところで、ベビドラ、じゃあね、スケドラが4体ぐらい余ってますね。で、これ、ロイホグ用にちょっとテスラを取っときたい。まあ、置くんですけどね。で、ここはロケホのエイム次第。ロケホのエイムがやばい。ちょっと怖いですね。まあ、マジアチとかでもいいですね。ウィザードもマジでいいと思うんですよ。なので、本当にこういう遠距離系を入れるのがおすすめかな。なので、ちょっと次このゴレ待ってみようかなと思いますね。ウィザード結構いいですね。後半になると暴れそうですね。僕んでこの靴スペルがないんで、中型ね。そう。さっき見たらウィザード系が当たるとしんどいかなと思います。30種もいいと思ったんですよね。これとかで、なんかね、なんかワンパン、キングワンパンみたいなのできないですかね。ちょっとやってみますね。やっぱ硬いのがいいですね、本当に。硬すぎると上からマジ一方的にやられちゃうんですが、プリンスを入れて、アイスウィズがいるかどうかですが、まあ、ウィザードベビーで、まあいっか。さすがにこれでいいですね。あんまなんかね、こう重くなりすぎるとまたそれはむずいんでね。っていう感じで、遠距離系必須だと思いますね。インドラは微妙かな、個人的に数が多くなるので勝てない気がしますね。まあ、ベビーとかもいいんじゃないですか。まあ、これは、適当にね、もう前半はマジで耐えたいですね。耐えたいっていうか、このスケドラも無視できるんですよね、これ。そう、ダメージもそこまで痛くないので、無視ができる。あとはファイボとポ
ポイズンで、処理できるんで、まあ、結構打たれ弱いですね、相手の新カード。今回の新カードヤスケなら出るなら、いい。さあ、なので個人的にはそんな強くないんじゃないと思ってますね。新カードは強いとこう言われますが、今回の新カードすごい微妙って言ったらあれですけど、まあ、なんかセパできるっていうのはね本当にでかいと思うんですけど、さあウィザードですね。お相手さんもやっぱウィザード説ありますね。まあ、高回転ウィザード、ジャイウィズとかウィザード、まあ、ウィザードゴレは結構いいと思うんですけどね。まあ、さっきの枯渇は僕の一押しかな。一押しでもやるの大変なので、まあゴレとかゴレウィザードとかの方が楽に勝てるかなと思いますね。さあ、おしゃれ。まあ、これ、スケドラがいるんで、コーナー結構無視できるんですよね。よいしょ。無視しちゃって、もう大型ゴリ押しガッチャンコドーンって感じですね。さあ、まあ、ここは一応ね、一応タワーを延命していく。で、ウィザード取るね。で、ライダルミタンに感電するわけでもないので、よいしょ、これもウィザードで全部終わりですね。よいしょ、ロキオンがいて、いや、ドラゴン3体いる。ドラゴン3体いるけど、脆いんですよね、アンドドラゴンが。そう。さ、ポイズンで、ロキオン行使。いや、いい。逆サイもドラゴンが。まあ、両サイ攻めがちょっと完成しますね、ドラゴンいると、やっぱり。あー、でもウィザードいいっすね。いや、圧倒的にウィザードだ。ウィザードですね。吹き矢とかよりもウィザードの方が、さては、楽チンですね。といった感じで、ドラ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 って感じですね。なんか今までベビドラ、ライドラ、インドラ、まあどのドラゴンも強くて、今回新しくドラゴン出て、まあめっちゃ強い感があったんですけど、個人的にはそんなかな、やっぱり。まあ言うて強そうですけどね。ちょっとやっぱこれ楽なんでね。これやって、この後のドラフトもこの動画でね、やれたらいいかなと思いますね。よろしく。さあ、ゴレを出してウィザードをつけるだけで勝てそうな、モードですね。はい。まあ、前半この辺、なんか大したことないですね。プリンスとか、バルーンとかが飛んでくると、すごいまた話が変わるんですけど、こういう、脆いので、相手がね。脆いし、火力もそんなにないので、なんかね、そんな怖くはない、脅威ではないカードが出てきたんで、ね、逆に使い方次第で化けるとかもあるかもしれないんですけど。さあ、マスケティアですね。やっぱこれマスケ系の遠距離系がなかなか、お厄介ですね。よいしょ、ダックプレで受けていきます。で、またゴレ出していたですね。別に相手がなんか攻めてきても、スケドラが守ってくれるんで、相手、ロイフグだったんですけど、ロイフグ、たまたまスケドラに守られないと思うんですよね。よいしょ。さあ、これあともウィザードだけですね。相手、ロイフグ来ても、こっちのね、ゴレサイドのウィザードで、ロイフグを受けつつ、さらにね、攻めの形を作っていくという感じで、ポイズン打ってもいいんですが、打たなくてもいけそう。打ちまーす。さあ、ドラドラドラ。まあ、ゴレは結構説あり。ラバでもいい気はするっすよね。まあ、ラバではいい気もしますが、まあ、ゴレでもいい。ウィザードが。ゴレウィズ？ゴレウィズ？ただただゴレウィズを作りたいだけみたいなところあるんですけど。頑張れ頑張れ。ウィザードを溶かせ。ウィザードを溶かせじゃない。ミスった。オッケーオッケー。コウモリを溶かしていく。このモードのコウモリはマジでいないようなもん。ニコス相手に投げてるようなもんですね。来たで、まあ、あとは、トレンで。やばい。ワンチャンやばい。落ちて。落ちてくれないとやばい。もう一回攻めの形を作んないといけないっていうのは、結構だるいんですよね。そう。だるいって言ったらダメだな。だるいっていうか、もうもうね、こう、テンポよくね、テンポよく勝ってきてですね、やはり。大事。さあ、時短ですよね、時短。時短は大事。この後マジで家を出かけないといけない用事があるんでね。早く準備をしないといけないんですよ、僕は。僕は準備をしなきゃいけないんですけど、このチャレンジ4時からだと思ってて、4時に動画撮るかと思ったら、5時からだったんですね。で、そう。やべ、時間ねえと思いつつ、ちょっとね、猛スピードでやっていきます。これはドラフトですね。ドラフトなので、まあ、基本的にはこの2体のうちにどっちの強い、どっちが強いのかで取ればいいと思いますね、個人的には。ランバーとトリトンがぶつかった場合に、まあ、ランバーの方が強いし、まあ、万能と。で、ゴボリと迫撃は基本的に、あとはゴボリ。一つ大事なこととして、自分の使いやすいカードっていうのが結構大事になってきますね、また。これはね、スケドラ取ってみる？いや、いらんな。まあ、自分が使いやすいカードじゃないと、使っても使い方わかんなくて勝てないっていうのが結構あるんですよね。こっちの方が多分強いんだけど、俺使えないってなったら、普段使ってるカードの方がいいっていうパターンもありますし、
まあ、それは特に主軸系ですね。迫撃とか使ったこともないのに取っても勝てないんで、僕とかもね結構苦手なカードとか取ると、そういうとこもねこうやっぱ変わってきますので、なので基本的には、まあ、得意なカード、そして2体でぶつかった時に強いカードを取るのがおすすめかなと思いますね。さあ相手はバレルでしたね。で今回すげえなんかタンク系が多いですね。ジャイとエリゴレとゴブジャイで、相手にスケドラがいたんですよね。僕がスケドラあげたんですよ。なので僕がここでジャイとか行くとスケドラバーンでスケドラに何もできなくて終わるんで、これ一回待つしかないですね。相手がスケドラ裂いてからじゃないと僕のこのデッキだと攻めれないですね。マジでスケドラ取るべきでしたね。さてはスケドラは僕個人的には若干アンチ寄りなんですけど、さては取ると強い説がある。さあここはもう行っちゃっていい。そんな火力がないので行っちゃってスケドラがまあタワーにやられるからの0時状態のエリゴリ行きます。0時エリゴリ行きます。でザッピー添えて、謎にザッピー添えてね、やばいエリゴリ引っ張られるこれ。うわーやべ、相手のトリトン鬼優秀やんけ。やばいやばいやばい、待ってこれ行っていいな。行っちゃって迫撃とか、あバレルいい。あでもトリトンが引っ張る、やべえ。さあドラフト苦戦をします。スケドラですね。今スケドラを僕上げたんですけど、なんか敵にいてもそんな強くないじゃないですか今見てる感じ。そう上げたんですけど、なんかあれですね、ソラヘニットがマジで今回みたいに僕ザッピーしかないとかってなると結構スケドラがね厄介なんですよ。まあ相手がこんな感じでね結構裂いてくれると非常にねラッキーなのはラッキーなんですが、でこれは相手のコストもそんなない。でこれはもう行くしかない、どんどん行く。こうもうね行くしかないですね。なんかお互い中型スペルがない戦いかな今回は。であと290を削るのが超だるいですね。これ超だるいですね。290削るのだるいけど、まあ、トリトンと迫撃か。トリトン来ないでしょ、来ない、回らない。でここはタイル一発殴る、オッケー来た、勝ちましたね。さすがにこれは勝った。でスケルトン舞台でバレルを守ると、いやなんかあれですね、結構大変ですね。でもスケドラはマジで弱いですね本当に。なんかスケドラいたから負けたとか、スケドラのおかげで勝てたっていうのはまああるかもしれないんですけど、ソラマウントだったりスケドラや相手に取られたから負けたとかちょっとあんまそういうことにはならなさそうな感じ。アンチすぎるかな、新カードに対して僕基本アンチなんですよね。基本的に弱くねえから入ってあれ強くねえみたいな感じなので、もしかしたら強いかもしれないですが、個人的にはなんかもうね可愛い系キャラクターとしてねクロロア会話に来たんじゃないかなと思いますね。なのでこれ9勝までする必要がないですね。僕これ全勝した動画を上げようと思ってたんですけど、あこれさっきと一緒だ。今回スケドラ取りますね。スケドラ取ってみます。で回転速そうで、ああこれはなんかね際ですね、これむずいっすね。まあ、エリポンぐらいならいいかな、あげちゃおう。でタルユキかな、やべ白いな、骸骨ばっかなんだけど、骸骨どうなんですかね。だってこれもしこうなってさっきと同じなら対空がほら、え対空がいないと僕のスケルトンドラゴンゲーじゃないですか、これもしかして。あるっすよね。これラバ無視しますね、ちょっと。スケルトンぐらいだったら守ったんですけど、これ2体ともちょっとラバの後ろにつけたら強そうっていう。あ、でもアウトロー来てんのか。アウトロー来てるからな。これ1回スケで守って、スケだけで耐えつつ、ファイボポイズンとかあんのかな？これはここランバーでプリン処理からのスケドラつけて、このスケドラ、ああ、めっちゃいい目。このスケドラが、どんぐらい活躍してくれるか、本当に。あ、でもいいですね。ちょっとやっぱうざいですね。セパとかもできたのか。今のは、僕、ランバーをプリンスちゃんに使ったんですけど、今のスケドラを、セパレートして、1体、スケドラの1体でプリンス処理して、スケドラ1体をラバの後ろにつけて、さらにランバーをラバの後ろにもつけるっていう方が、多分最、一番正解でしたね。なので、逆サイドのプリンとか
まあ例えば吹き矢とかがいた場合にスケドラで大型の公園につけつつ、まあ、守るっていうのはちょっとでかいかもしれないですね。可能性としては非常にありますね。まあ、単体につけてもまあファイボでドカーンが痛いので、やっぱセパ系かな基本的に。でも今回のこのチャレンジ、今2回ともスペルが来てないので、中型呪文ね、来てないってなると、もしかしたらあのスケルトンドラゴンを取った方が強い説は出てきますね。個人的にはそんな強くないんですけど、このチャレンジをクリアするってなるとスケドラは強い可能性がね非常に出てきますね。さあランバーが暴れてる、これロイジェイ出しちゃおうかな。ロイジェイ出して降りに行きたい。あーでもこれやばいですね。なんか攻めすぎてフルカウンター来て結構やばいですね。タルババいい、ロイジェイめっちゃ刺さる。さあスケドラ今1回取られて1回取った感じですが、どうだろうね。なんか使い勝手はなんか、まあ、こういうことですね。こういうところで、ああ、違うんだよね、君たち。君たち違うんだよね。ああ、でもいい。おー、うーん。あん仲良すぎるっすね、このスケドラ。ああ、いいね。いやー、それは俺は待ってた。仲悪い方がいいっすね、やっぱ。まあ、こんな感じで真ん中の辺にいると、どっちのユニットにもうろちょろするっていうのは、ちょっといいかもしれないですね。ですが、あ、でも、親衛隊に強いですね。親衛隊に強い。あの、スケドラ親衛隊に強いです、皆さん。なので、親衛隊、環境じゃねえしな。親衛隊いないっすからね。なんか、まあですね。本当に、活躍したなって時で、60点ぐらい。普段40点ぐらい。活躍しなかったら20点ぐらいですかね。個人的に。じゃあ、もう一戦いきましょうかね。あの本当にまだねどうなのかね判明したらスケドラ基本取ります。でこれはやりこぶとゴーストぶつかったら確実にゴーストの方が強いんで、まあ、ゴースト取って三角とバレルは悩みますね正直。ですがまあ三角かな。結構空系がなんかね今んとこ強いですね。これはあのババコが置かれたらクロス僕なかなか通せる自信がないので、ババコで相手のクロスを通さないようにします。でこれですね、これはネクロじゃねこれはスケドラ対遠距離対空だったら遠距離対空が絶対いいと思いますね。で、まああとはクロス、やば、相手クロスでしたよね。ロイジェイもトルババもある、これ勝ったっすね。で、あーこれですね、スケドラちゃんをまあネクロで処理か、まあワンテンポ待って三が五で処理でもいいですね。2体が攻撃してる時に横から三が五で、今の見た？ガゴ1体にしか火吹かなかったんですけど、やばくないですか？なんかガゴ2体か3体攻撃受けるなと思ったら全然攻撃しなかったっす今。え？やばくない？ガゴ1体にしか攻撃できないのは痛いけど、そんなはずじゃないんですよね。そんなはずじゃないのでたまたま1体だった。ベビーより範囲が狭いってことなんですかね、ワンちゃん。さあここ攻めてでネクロを出していけばなんとかなるでしょ。さあスケドラをネクロが溶かします。だからスケドラなんかいてもいなくても変わんないみたいな、変わんなくねマジで。これあとバルーンつけて、いや逆サイですね。アイゴルネクロを覚えさせつつこっちのバルーン飛ばすことによって、はいどっちかは絶対止められないと。であとバレルぐらいしかないので、まあ、来て防衛バレルですが、これ攻めちゃっていいですね。ちょっと攻めちゃって、キングをもう折っちゃいたいですね。まあ、スケドラはなので、まあ、相手に遠距離というか、自分が遠距離取れそうだったら、取んなくてもいいと思いますね。てか、そんな取んなくていいと思いますね。個人的に、なんか、マジで、弱くね？クソみたいに弱いと思うんですけど、僕は。他の YouTuber が、どういう動画を上げるかすごい楽しみですね。まあ、僕は弱いと思ってますね。弱いです。可能性はそこまでないと思いますね。はい、もうスケドラアンチになります。というわけでこれはもうロイジャイ、バルーンロイジャイ、バルーンアイゴレロイジャイ。あーでもこれバルーンどうなんだろう。火力スケドラ2体でターゲットがまあディガーとかに行ってた場合にギリ届きそうですね。最後処理されちゃったけど、なので
まあまあかな、まあまあかな。なんか HP がやっぱ脆いんですよね。もうちょっと HP があると強いか、もうちょっと火力でもいいかもしれないですね。 HP 少ない分もう微妙に火力あったら厄介かもしれないなというところでスケドラゲットしたんでね、皆さんも一応ね、今後もしかしたら強化されるかもしれませんし、ゲットしときましょうというところで、上の初めの4勝はこのゴレか、まあ枯渇系でもいいと思いますしね、ぜひね、クリアしてみてください。で、最後までクリアすればね、報酬もあるんでね、はい、頑張りましょう。では、終わります。よければチャンネル登録もうすぐ12万人なんでね、お願いします。では、お疲れちゃんでした。